よし、じゃあやっていきましょう。ルーンの瞳。久々に遊ぶんですけど、何やら新しいステージがアップデートで追加されたっぽいんで、早速遊んでいきたいと思います。で、どれかな。あ、これかな。病院、スクールだ。あー、スクール、スクールで、ちょうどコインが300コインあるんで、300コイン以上あるんで、早速ちょっと解放してみたいと思います。あ、もうこれで OK か。あ、解放されてるね。あとはないよね。とりあえずね、一旦中級でやってみたいと思います。では行きましょう。 GO。 あ、なんかあれかな、休み時間とかなんかあるってこと。明るい。あれ、いいんですか。明るいですよ。え、全然違う。雰囲気全然違うね。で、ちょっとなんかあの、久しぶりに、なんかあの、やるんで、ちょっとあの、なんだっけ、病院をプレイしてみたんだけど、病院と比べると全然明るいんだけど。で、なんか、迷いそうだな。あー、また地下あるね。地下っていうか、ここ何階なんだろう。音をやめてください。学校ですね。で、これなんだ。アポペン？誰？急にアポペン言われたからちょっとわかんないけど、可愛い声でした。てか、おお、なになになに、あれか、今のさ、そのベルなんか関係してる？なんか音怖い。音が怖いような気がする。で、一応、あれかな？生首ちゃん、クラウスちゃんがいるのかな？あー、これが見取り図。え、わかんねえ。今どこだろう？今どこなんだろうね。今どこっていう目印がないな。今どこだろう？ 012 って書いてあるから、多分1、いる？あ、これ、ちゃんと時計、なってるじゃん。で、今から休み時間じゃない？やっぱり。今そんな感じだね。休み時間が15分って感じだよね。45分から、0分まで。で、休み時間が終わって、授業。あ、その間に、開く。あ、わかった。多分英語は読めてないんですけど、最初の説明で、あれじゃね、クラウセとかに見つかるってことなんじゃない？これ。勝手に開いて、この中まで入ってきちゃうとか、そういうこと？部屋が安全じゃないってこと？やめてください。ある意味ちょっと面白いけど。単調にならなくていいかもね。はい。入って言いながらね、分かってないんですよ。で、うわ、これ、あと18個も見つけんのやめて。あった、ラッキー。え、ラッキー。あ、やっぱりほらドア開いたままになってるじゃん。あ、ダメなんだ。開いたままだとここ入ってくるとか、そういうこと。でもここで負けますよ。一瞬トランザもできるから。あ、やっぱり。あれ、じゃあ何秒でなってた。あれ、1分1秒だったら45秒間隔でなるってことかな。でもなんかもうちょっと早いような気もするけど。いるね。1、2、1、1、2、3、4。あ、1秒。1秒1分だわ。じゃあ45秒間隔で、どっちにいますか？一旦こっち行こう。で、ピッ。
こういうロッカー入れますか。ロッカー先輩。あ、こっちも。うわ、めっちゃ広いな。とりあえず、一つ一つ、部屋を見ていけばいいよね。あ、ここ狭いな。狭いけど、あったあったあった。じゃあ、あったことはちょっと使ってみようか。ルーの瞳、久しぶり。あー、これ同じ階にいる。やだ、やだ、とか。あ、びっくりした。ここになんかあるのかな。あ、やばい。ここ開くから見られちゃうんだよね。入ってきちゃう可能性もあるってことだよね。面白い。やばい。新しいなんかシステムで飽きさせない感じがいいね。ここ入ったっけ。え、やべ、結構いるかな。とりあえずこっち。いそう。あ、一旦上に行こうか。2階か。2階だ。あったあった。と言いつつ2階にいたりして。ここなんだろう、図書室的な何かかな。面白い。あ、あったあった。はい。あ、でも、休憩時間は15秒だから、とりあえず奥に行けば見つからないような気もするけど、あ、これはジャーナル？とりあえず、あ、あったあったあった。結構集まってきたけど。逃げて？いますか？とりあえず入ろう。とりあえず入ろう。あ、やばい。休憩時間。やだ。来てるよ。ちょっと待って。なんで入ってきた？とりあえず、続きからやっちゃいます。あ、これも？オールドスクール？あ、ちょいカクつく。新しい iPhone もね、買わないといけないね。いやー、厳しいね。中まで入ってくるね。もうちょっと奥まったところじゃないと厳しいって感じかな。一旦、3階。くまなく探そうか。ここ入ってあっちに出たんだ。あとはないかな？あったあったあった。とりあえずこれで、10個。お、まだまだあるね。ただ、逃げれるかな？あ、薬は？薬ないのかな？病院とかにはね、薬あったんだけど。で、トイレ。こっちは、女子ですか？男子ですか？それだけちょっと気になります。あー、女子！あれ、すいませんでした。ごめんなさい。本当にごめんなさい。おー、何？パンプキン。これは。あー！俺がびっくりしたよ。急に。え、そういうびっくり系の、あれですか？やめて。ほんとやめてください。で、どっちから来たんだっけ？こっちから来たんだっけ？こんなのあったっけ？いるね。いますね。リーディングルーム。ちょっと。一番びっくりしたかもしんない。あ、ここにあった。一旦使おう。あ、やべ。あ、これは、いや、これは1階だね。1階にいるね。1階の教室にいるね。じゃあ、ちょっと別なところから、地下に行きたい。あれ？そういえばさ、ゴールどこだ？ 1 階だった？それちょっと最初に確認するべきだったね。いるような、こっち行けないじゃない。あ、3階があるってこと？ここダメだ。狭い。あ、女子。こっち男子。男子に用はね。変態な発言してますね。やばい、いる？こっちかな。こっちかな。一旦、地
下に行きます、行きます。地下だよね、ここ地下だよね。何があるんですか。何ここ、なんかあのここでこっぴどく叱られるようななんとかルームみたいな感じになってるけど、あ、ひどい、ここ非常口、あ、ここだ、地下だわ、地下いる。どこ、逃げます、逃げますけども、来てる、あ、来てる、来てる。一旦トランザムで、トランザムで、こっち行こう。あ、や、あ、やばいかな。こっちやばいな気がする。やばい。やばいような気がする。こっちまで来ないでくださいね。通り道じゃありませんよ。あ、大丈夫だ。これ。あ、やべ。バカ。開かないで。今開かないで。今右のこのトランザムじゃなくて、なんかあの早く走れるダッシュの秒数で休憩時間を今測ってた。15秒で、ちょっとあれだね、このダッシュが使えるまでちょっとこう外出れないな。じゃあ今のうちこれ使っちゃおう。あ、上に行ったね。あ、よし OK。 であと4個。あ、なんかいっぱいありそう。これは多分この上だよね、ちょうど真下とかにいるとかそういうことだよね。だから逆にね、分かりづらい。あ、これで集まった、来た。一旦もうこれ逃げる、逃げます。来てるかな。でもこっちにあったよね、こっち、あった、逃げるの非常口ありました。ああ、よかった。あ、OK です。OK。10分。なんとか10分ちょいでクリアできたけど、面白いな。そしたら、今度、チャーリーだとどんな感じになるのかちょっと見てみようか。ピクセルってなんだろう、そういえば。トリック、なんだ、何？もしもし？何？あ、トリックはトリートの方。ちょっと待って。おお。一瞬固まった。やばい、いる？あっ！使ったそばから、ちょっと待って。じゃあ今度ピクセルやってみよう。うわ、やだやだとか、わかりづらい。これ何の意味があるんだろう。解像度を荒くしてなんか意味あんのかな。なんか軽くなるのかなと思ったら重いままだし、あんまり意味がない。ビューン、あ、逆に、あ、難易度すごい上がるね。あ、見えない。で、これあれじゃない、あ、いそう。いた。ピクセル。ただね、遅いね。パックンと。いや、ちょっと久しぶりにグッドボーイやってみようか。グッドボーイはあんまり、やったことないから、わからんぜよって感じ。すげえ散らかった。あ、あった。肉、あれ？この肉なんか見たことあるな。あれ？この肉なんか見たことある。どっかで、ね。なんかおばあちゃんちとかで。誰ですか？っている？見てみよう。あ、いる。いるけど、これはどこですか？で、何これ？全然わからん。おお、どこだ、どっちだろう。あ、こ
ここにもあるね。どこ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 、追いかけてんだけど、やっぱりいそう。いる、いた。はい、肉パックンチョ、はいどうぞ。かわいい、ごめんね。はい、パックンチョ。そしたらばね、以前にもやったこのドッペルゲンガーで遊んでみたいと思います。で、写真を、あ、怖っ。一応ね、写真はね、フリー素材を使ってますよ。さあ、どんな敵が出てくるんでしょうか。どこにいるの。なんか聞いたことある声だな。どこにいるの、本当にどこにいるの。どこにいる。ああ、いる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 、気持ち悪い気持ち悪い。どこ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 、え、どこ、結構近かった。どこにいるの。どこにいるの、本当にどこにいるの。どこにいるの。いるいる、どこにいるの。どこどこどこ、あ、いるいる。どこにいるの。あ、怖っ、これ普通に怖いぞ。どこにいるの。あ、怖い怖い怖っ。どこにいるの。いる、あ、いる。よし、じゃあやっていきましょう。怖い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 、見たことあるマスク。よし、マスク見たことありますね。やだ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 、やっぱりこの顔。やっぱり僕は能面が大好き。はい。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。では。